曲はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらこちらアッサンブラージュというお菓子を食べたいと思います。これどこかのメーカーさんが送ってくれたんですよね。どんな風なお菓子なのかな。それではなんか贈り物っぽい感じですよね。おー、こんな風になっているんです。多分これクランチですよね。これは棒かな。ではこの黄金の棒からいただきます。なんか変なこと考えた人いたでしょうか。そりゃあもらえたら嬉しいよ。チョコレートもらえて嬉しくない人ってそうそうはいないと思うよ。最初に食べたこの2本はこの箱の入れたバトンという商品みたいですね、こちらので。このバトンですが、やっぱり中にサクサクとしたクレープ生地を焼いたようなお菓子が入っていて、外のチョコレートとともにカリッパリッとした食感の心地よい音が聞こえてきてとっても美味しかったです。贈り物でもいいですね。まあこういうお菓子ありそうな気もしますけど、それだと違ってクレープ生地がちょっとしっかりめになっているので、なんかパリパリパリってしつこくくるのではなく、一回一回の音を心地よく聞くことができて、それが良かったです。ストロベリーとミルクがありますが、ストロベリーの方が美味しかったですね。そしてもう一つこちらクランチチョコ、これはミルクチョコレートとラズベリーチョコが入っていて、ラズベリーチョコの方が甘酸っぱさが口の中にブワッと広がってきて美味しかったです。もちろんミルクチョコも良かったんですけど、これはレコールド神戸という名称らしいですね。このレコールド神戸のラズベリー味が今回一番自分の中では美味しかったので、今回から対戦のアイテムが変更になりました。こちらの可愛いキャラクターが書かれているアイテムになります。とアイテムをこういう風にアイテムの解説はいいか、こちらの点数とさせていただきます。5点ですね。ちょっと見にくいかもしれませんけど、キャラクターの可愛さで勘弁してください。そしてなんかゲーム実況の動画を見てくださっている方はご存知かもしれませんが、先日からゲーム実況のアイキャッチにイラストを使っているのですが、あのイラスト実はツイッター上で自分の見たことを見た方が書いてくださったんですよね。でその動画それを使わせてほしいとお願いしたところ、心よく了承していただきました。本当にありがとうございます。こういうことをやってもらえるというのも本当に嬉しいですね。そういう方たちのためにもこれからもこうした動画出していきたいと思います。それではツバメニアすっとこどっこい何するの、瞑想しているツバメなのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただき、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。